うんはです。バイオリン初心者が1ヶ月間毎日4時間練習するチャレンジの18日目です。本日は2021年1月18日ただいまの時刻は22時8分です、はい。本日の練習時間は、はい、4時間1分。今日も4時間は無事クリアしました。 今日はちょっとなんか練習内容的なことの記録を残しておこうと思いましてえっ、ー、と私がですね今までというかこれまでずっとですね一個問題を抱えてまして、まあ、どういった問題かというとこの2番と3番の指が離せない離すことができないつまりこういうこうかこうなるとこれとこれがこうくっつくとここを離すここ こう話すってことができないっていう問題をずっと抱えています。これもうシンプルに指の生え方の問題ですね。こうやって構えた時に、この中指と薬指がこう中心に向かっているんですね。こんな感じ。今これ結構頑張って直そうとしてもこんな感じなんですよ。これなので、こことこの間を開かんと。見えにくいな。こうか、こうか、この間。 へらかんっていう問題がありましてちょっとどうしたものかなと思ってたんですけど昨日先生に相談してちょっと変えたのがえー、と元々の構えがこんな感じなんです。こうかこのぐらいこの手の向きが結構このこういうこういう直角に近いんですよ。これはこの指板に対して聞こえないんだから板に対して指が全く触れないっていう。 っていう構え方をしてましまた。これれが全く触れない。ここに。なんですけどそれでいくと指の角度が芝に対してほぼ直角になるとこうするとここが開かなくなるんですねここが。なので何をどうしたかっていうと人差し指の付け根あたりをもう思い切って芝につけてしまうここくっつけるつけてこう構えるとそうするとこれ指の向き的に。 こういう開きができきるんですこういうい開きが伝わってるかなこうだとこれできないですけどこうすることによってこういう開きができるとこういう開きこう開きますよねこれだとできないとこういう開きをやってえー、2番と3番の指の間を広げるとでここえー、指離さなきゃいけない音音程をこれでしっかり取っていこうということをやる練習を始めました 説明長いですね。<laughs> えっとっていう練習を今日始めました、まあ、始めたばっかりなんでシンプルにまだ慣れてないっていうのもあるんですけどこれもしかしたらうまくいくんじゃないかっていう希望を抱いてます。今日は以上です。また明日お会いしまたおしょう。バイバイイ。